あまりに脈絡のない展開なので申し訳ない限りだが、どうやら拉致監禁されてしまったらしい。あら、気がついたの、荒垣くん。もう元気はつらつ戦場ヶ原さんだった。安心して、荒垣くんは私が守るから。津賀の君中のファイヤーシスターズ。私とカレンちゃんのことを子供扱いばっかりして心配性なんだから。百鬼夜行をぶった切る地獄の番犬デカマスターだ。正義の味方ごっこを日常的に繰り返しているそうだ。私何にも知らないもん。荒垣くん、小読みお兄ちゃん、王様ゲームしよう。ちょっと待ってくれるかな。すぐに裸になるから。この世にお金以外何かあるんですか。遊びはここまでだ。悪いが僕は家に帰る。帰れると思う。帰るさ、僕の家だ。やっぱ超かっこいい。